群論の導入として、対象群というものを紹介します。ものを並び替える操作を置換、パーミテーションと言います。例えば、あゆという三つの文字の並びを考えてみます。画面にあるように六通りできます。文字の並びと言いましたが、並び替える前と後の関係がポイントなので。 前後の対応が同じなら同じ痴漢だとしますあいうの三文字を六通りに並び替えた様子を阿弥陀寺風に書いたものが一番上の図ですその下に書いてあるのが二段の行列的に表現したものです上の段が全部あいうですから毎回書くのは面倒ですねそこで上の段 変換前の並びを書くのをやめたのが、カクカのものです。上下の対応関係を見ると、3種類に分けることができます。まず、黒い色は何も変えないものです。赤い色では、1文字がそのままで、残った2文字の場所を交換するものです。最後が青い色で、3文字全部の対応を変えるものです。 痴漢という操作を繰り返すことも考えられます。これを痴漢の積と言い,い、画面のような記号で書きます。注意してほしいのは、痴漢の積は右に書かれた変換から先にやることです。合成関数や合成写像の書き方で、括弧の内側から演算するイメージです。画面ではわかりやすいように、 変換前の並びも示す行列的な書き方をしています。青字の変換を先に、それから赤字の変換を見ます。あはいに変わり、いはうに変わり、結局あはうに変わります。いはうに変わり、うはいに変わるので、結局いはいのままです。これをすべての変換についてやると。 画面のような表ができます。これを演算表と言います。横に並んでいる変換を先にやってください。もう一つ、デモとしてやっておきます。後の空欄を自分で埋めてみてください。最後に、数学の用語を定義しておきます。 アユという文字の並べ替えを例にとっていましたが、可能な並び替え全体の集合を対象群と言います。N 個であれば N 字対象群です。アユは3文字なので、3次対象群です。アユの並び替えは6通りできました。つまり、3次対象群は6個の要素からなります。6個という個数のことを異数と言います。 軍がそもそも何かという定義をまだしていないのに「大将軍」という用語を出してしまいましたがややこしい定義は小出しにしていきましょう。ではまた。